ナルコの主張、蛇の湯行き地、温泉付きキャンプ場と宿泊施設があります。露天風呂が新しくオープンしました。場所は宮崎県大崎市鳴子温泉の中山平温泉。大自然に囲まれた開放感あるキャンプ場と温泉宿です。こちらの湯は pH 値が 9.3 とアルカリ性が高く、ぬめりが多く、ツルツルとろっとした滑らかな湯触りです。しかもこのアルカリ性の他の美人湯の3大成分、硫黄、炭酸水素、防潮も入る岩塩、ナトリウム、炭酸水素塩、硫酸塩泉。露天風呂、もみじ流。営業時間は9時から16時まで、大人3時間800円。不定休です。しばらく歩けば、紅葉で有名な鳴子峡があり、露天風呂からは大自然の山と川が眺められます。まだあまり知られていない穴場の温泉、イニミニティな川沿いの露天風呂。エメラルドグリーン色を帯びたトロッとした肌触り。季節、気温、天気によって温泉の色が変わります。源泉かけ流しで川のせせらぎを聞きながら、ゆったりした時間を過ごすことができます。おじさんでも潤い美肌になれる鮮度抜群の温泉です。こちらは1泊2食10日以内、驚異の安宿、蛇の湯ゆき地さんです。部屋にはテレビ、金庫、冷蔵庫がついています。安宿は冷蔵庫がない場合が多いのでコーポイントです。安宿は共有トイレ、共有洗面台が多いので部屋付きは最高ポイントです。小さなことですが、内でタオルが鳴子温泉一暑いと大評判です。夕食の時間だよ。美味しそう。魚料理と肉料理、マンゴーのデザートが美味しく、一泊二食8000円はお得です。男女別受け湯、日帰り入浴は6時から23時まで、大人3時間800円、不定休です。源泉はかなり100度近いのですが、42度ぐらいに調整されていて、いつまででも入っていられます。エメラルドグリーンの色も綺麗です。気持ちいい、最高。朝食の時間だよ。美味しそう。朝食は当時用のような家庭的な料理ですが、お値段は割安なので納得です。宿は当時用なので布団は自分で敷きます。またお茶やお水はセルフサービスとなります。インターネット Wi-Fi も完備しているので、ビジネスとしても使えます。敷地内の温泉に深夜を除いて自由に入ることができるキャンプ場。紅葉の名所、鳴子峡の南西約1キロほどに位置しています。オートキャンプ場、チェックイン13時、チェックアウト10時。1泊2000円、大人1人2200円。深夜を除き温泉は入り放題、年中無休です。東北屈指の紅葉の名所、鳴子峡。例年、10月下旬から11月上旬にかけて、紅葉の見頃となります。例年渋滞する鳴子峡。敷地から約1キロの徒歩圏内なのが魅力です。